どうも、バーマーモスの田中です。ですね、今日はちょっと仕入れについてのお話をしたいと思います。ですね、僕がそのバーを、ね、17年前にバーをした時にですね、一番こう気になってたことは、そのどうやってですね、お酒とか食材を仕入れるんだろうというふうなことをですね、まあ、疑問に思っていたことがあったんですね。なんかこう業務店向けの特殊なとこから仕入れるとかですね、卸問屋さんから酒を仕入れるのかとか、なんかですね、普通に酒屋から買うのかなみたいな、どうしたらいいんだろうっていうふうなことで、ちょっと疑問に思ってたんですけれど、まあ、そこについてのですね、説明をしたいと思うんですけれど、まあ、ですね、例えば食材に関するところで言えば、もう本当にですね、主婦とそんなに変わらないです。普通に、スーパーですね、まあ、スーパーもいろいろ使い分けがあるんですね。まあ、缶詰とかドレッシング系だったらこっちとかですね、まあ、野菜だったらですね、もう野菜、新鮮な野菜しか置いてないような、まあ、そういうですね、地元の野菜を取り扱ってる、お店ですとかですね、まあ、そんな感じで、スーパーもいろいろ使い分けするんですけど、もうでも本当に普通のスーパーで買えます。ただですね、一般の主婦とちょっと違うところは、やはりですね、毎日のように業務店向けのスーパーがあるんですね。そこにはやっぱりしょっちゅう行ってます。この業務店向けのスーパーっていうのはなかなかですね、普通の主婦の人たちは行かないと思うんですね。なぜかというと、やっぱりロットが大きいんですね。フライドポテトとかでもこう、なんていうんですか、もう1キロ単位ですからね。あんまり一般家庭の方っていうのはそういうの好まないと思うんで、やはりですね、もう業務店の方ばかりが、そういったですね、業務店向けのスーパーに来られてます。もう毎日ですね、顔、見る顔似たような人たちばかりですんでですね、やっぱりそこら辺はちょっと違うと思いますけど、でも本当に普通の主婦とそんなに変わらないです。まあ、こういった感じでちょっとやってますんで、映像を見てください。まあ、こんな感じですね。もう本当ごくごく普通なんですけれど、そんな感じで、食材の仕入れをしております。それでですね、お酒なんですけれど、これですね、いろいろと工夫をしなければならないんですね。やはりこう地元のですね、酒屋さんから仕入れるパターンがやっぱり一番多いんですね。一番最寄りというかですね、市内にあるような酒屋さんから仕入れるわけですね。そうすることによって、まあ、もちろん電話一本で持ってきてくれるわけですから、ものすごく、楽ですよね。特にウーロン茶とかですね、トニックウォーターとか生ビールとかですね、そういった重たいものを持ってきていただけるっていうのはもう本当にありがたいですね。
そして、まあ、いろんなですね、なんていうんですかね、サポートやっぱりすごいですよね、そういった地元の酒屋さん。なんかあったらですね、やっぱりすごくこう、いろんなサポートしてくれるわけなんですね。まあ、ここではちょっとですね、その話は置いときまして、まあ、でも本当に酒屋さんとそういうふうになんか提携を結ぶというのは本当に便利なことなんですけれど、じゃあ 100% そこから取ってるかといったらぶっちゃけやっぱ違うんですね。例えばですね、ウイスキーとかですね、まあ、特殊なリキュールとか、まあ、そういったものというのは、結構ですねカタログの通販で買ったりもしてます。なぜかというとやっぱり値段が全然違うんですね、地元の酒屋さんと。もうやっぱり安いんですよ。ですので、ね、やっぱそういうとこから、買ったりもしますし、あとですね、まあ、特にウイスキーなんかは本当、地元のですね、なんていうんですか、あのディスカウントショップ、あんなところでやっぱり買ったりもしますよね。もう全然値段が安いんでですね。まあ、でもそういった形で、ただですね、じゃあ全部その値段を重視してそういう安いとこで買うこともできます。確かにですね、カタログ、ですとかね、ディスカウントショップで買うというのも全然ありなんですけれど、やはりもう絶対ですね、酒屋さんとですね、どっかの酒屋さんとちゃんと提携を結んで、そこはもう間違いなくされておった方がいいと思います。ですのでやっぱりお酒もですね、いろいろ使い分けていろんなとこから仕入れられたらよろしいんじゃないでしょうかね。まあ、今日は仕入れについてお話をしてみました。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。